やっぱり308グループとこことのこうやっぱりねコミュニケーションといいますか、はいはい、それを図って今回これできたっていうのは私は一番嬉しいと思ってます。あ、そうですか。それでセサちゃんに行くっていうのはちょっとねあれだけど、はい、セサちゃん、はい、言いたいこと言ってください。言いたいこと、はい、まずもってこのような素晴らしい席に中心に座ってるんで出席させていただきましてありがとうございます。まあもともと鳥内出身でほとんど鳥内だったんですけど、あまりにも鳥がいない年があったもんで、たまたまヤングさんが所属してたグループがうちの領友副会長さんで、その人に、まあ、ちょっと一日鹿打ち連れてってよと言ったのが始まりで、街はあまりに寒いので犬をくれと僕は山を歩くお願いだからということで成功関係だということで街ほど辛いものないと認識しております。我々みんな街嫌い街ほど辛いものはないですが、そんなようなことで今は平日仕事は屋根や壁を張る板金業ということで、はい、いくらでもまだ甘おうにしてない。残罪だったらただじゃない。そのようなことで平日仕事は暇だと取り打ちに、でまあ週末は施工家業ということで奉仕の心でようやっております。セサちゃんいくつよ年は。年は30と6歳、もうじき30と7歳になります。イノシシです。複数生じしてからは一応8年経過ということで、子供何人いた、まあ、2人だったっけ。子供2人です、まあ、特にライフルにこだわってるわけじゃないんですけど、巻き狩りがメインなんで、まあそうですね、これだったらいらねえよライフル。まあ、飽和ライフルぐらい、まあ、でもね、すぐに池に行ってカモを撃ったりだとか、行き帰りにキジを撃ったりしちゃうんで、12番のが都合がいいかなって思ってますが、まあ、非常にこの中で来年は何人中のを登録するのかなと楽しみにしております。ほっかむりは一応去年も2日ほど群馬に行きましたが、ちゃんと高い修了税を払いました。はい、ぜひとも、まあ、弊社はラックのくだらん書き込み投稿等にお付き合いいただきましてありがとうございます。ラックの大ファンですよ。今後とも一つよろしくお願いいたします。よろしく。セターに何か質問